IEEE754、IEEE754、IEEE754、IEEE スタンダード4フラッティング、ポイントリスマティック、直訳すると、不動小数点数算術標準は、不動小数点数の計算で最も広く採用されている、標準規格であり、多くのプロセッサなどのハードウェア、またソフトウェア、コンピュータプログラムに実装されている、 多くのコンピュータプログラミング言語ないしその処理系でも、不動小数点数処理の一部、または全部が IEE754 になっている。IEE754、e、が制定される前に成立した C 言語などは、使用上は IEE754 が必須となっていないものの、IEE754、e、対応の演算命令を使える環境下では、 それをそのまま利用して、不動小数点数演算を実装することが多い。一方で、Java や C など、言語仕様として IEE754 を必須としているものもある。21世紀に入った後に改定され、2008年8月に制定された IEE754-2008 がある。これには、1985年の IEE754。 制定当初の規格である IEE754-1985、並びに、奇数非依存の不動小数点演算の標準規格、IEE854-1987、e、の両者が、ほぼすべて吸収されている。IEE754-2008、e、は、正式に制定されるまでは、IEE754R、e、と呼ばれた。正式な規格名は、IEEE、e、Standard 4 Flatting。 ポイントリスマティックである。ISO, IEEE、e、のストーブ、パートナー標準化機関合意文書に基づき、JTG1、SC25 を通して、国際規格 IS I I、e、ISO, IEC, IEEE6559,2011 として採用され、公表されている。この標準規格は、以下のことを定義している。またこの規格では、高度な例外処理、 追加的な演算、三角関数など、式評価、再現可能性などを強く推奨している。この IEEE754-2008 は、7年をかけて IEE754-1985 e から置き換えたものである。改定作業は、ダンズラスが指揮し、が編集責任者となった。なお、i、EE、e e 五四の一九八五当初からのニッチ形式、単精度、 バ精度は、そのまま IEEE754-2008 にも含まれている。さらに IEEE754-2008 では、新たに日知形式一つ、重心形式二つも加わって、計5つの基本形式が存在する。IEEE754-2008 に従う、実装では、これらのうち少なくとも一つの基本形式を算術演算と、 情報交換のために実装しなければならないとされている。IEEE754 において、不動小数点数データを取り扱うための符号化が形式として定められている。その中では次のデータを表現できる。所定の形式で表現可能な有限数値は、奇数、仮数の桁数すなわち、精度、指数に関するパラメータ EMAX によって決定される。 括弧内の例のパラメータを用いた場合、例以外で最も小さい値は一重と表現され、最も大きい値は9 9 9 9 9 9十九十と表現される。このうち、過数の桁数が十分確保されているのは百万十、または1.000010 00以上の値であり、これらの数は正規数と呼ばれる。一方、政府の最も例に近い正規数である一1と、 一重に挟まれた区間は、非正規数として表現される。例えば、一重はこの例において表現できる、最も例に近い性の値だが、仮数の桁数が1しかなく、非正規数である。0は、仮数が例の有限数である。符号が別に定義されているので、符号付けの2種類の0プラス例とマイナス例が存在する。IEEE754 標準では、 5種類の基本形式を定めており、奇数や符号化して使用するビット数に応じて名前が付けられている。その内訳は32、64、128ビットで表現する3種類の日チ不動小数点形式と4、128ビットで表現する2種類の重心、不動小数点形式からなる。このうち日チ形式の初めの2種は IEE754-1985。 で単精度、倍精度と呼ばれた形式である。三つ目の日チ形式は、4倍精度とも呼ばれる。同様に、重心形式の二種も、倍精度、4倍精度と呼ばれる。基本日チ形式の典型的な精度は、実際に仮数部に保持されているビット数よりも1ビット分だけ高い。これは、日チ形式の正規化された。 不動小数点数では最上位ビット、桁が常に1であることを利用て符号化の際に、それを省いて表現しているからである。ケチ表現。重心換算の桁数は、P ログ B で得られる重心での桁数の近似値である。重心換算の EMAX は、EMAX ログ B で得られる重心での指数最大値である。算術その他の演算で使用される形式は、 符号化した時のものと一致していなくても構わない。つまり、実装は内部で異なる表現を使用しても良い。この標準では、精度、有効桁数を拡張した形式を示し、基本形式よりも精度を高くすることを推奨している。拡張精度形式は仮数部と指数部の桁数、ビット数を基本形式よりも大きくしたものである。拡張可能精度形式では、 ユーザーが仮数部の桁数と指数部の範囲を指定できる。これらを内部の表現として実装することができる。ただし、そのような内部形式も有限数の表現できる集合が定められるよう、パラメータはきちんと定義されている必要がある。また、この標準は拡張可能性度形式の実装を要求してはいない。この標準では言語がサポートしているそれぞれの奇数。 B について、P と Emax を指定する方法を提供することを推奨している。また、拡張形式をサポートする場合は、サポートしているそれぞれの奇数、B について、最大の基本形式よりも高い精度をサポートすることを推奨している。二つの基本形式の中間の精度の拡張形式の場合、大きい方の基本形式と同じかそれ以上の指数範囲を持たなければならない。 したがって、例えば64ビットの拡張制度日地形式なら EMAX は16,383以上でなければならない。インテル8087の80ビット拡張形式は、この要求を満たしているバイナリー128と指数の範囲が等しい。交換形式は固定長のビット列での不動小数点数の交換や記録を意図した形式である。 日地不動小数点数用に16、32、64ビット並びに32の倍数で128ビット以上の交換形式が定義されている。16ビット形式、反省度はグラフィック用途など小さな値の交換、または記憶に用いるとが想定されている。日地交換形式の不合化方式は IEE754-1985 から変わっていない。 先頭に符号ビット1ビットがあり、それに W ビットのバイアスされた指数部が続き、さらに P1 ビットの仮数部が続く。全体でキロビットの形式の場合、指数部のビット数は W イコールフロア13で得られる。ただし、64ビットと128ビットの形式では、これで正しいが、16ビットと32ビットの形式ではこの式で得られるね。 それぞれ3と7より多くのビットが指数部に割り当てられている。それぞれごと W ビットの幅を持つワードがある場合、整数でビットに番号を振る。その番号の範囲は 0W1 であり、0番のビットが右端となる。0番のビットは一般に LSB である。単精度に進化不動小数点数は32ビットワードに格納される。サインは符号。 エクスポーネントは指数部、フラクションは仮数部である。指数部は下駄破棄表現、バイアス、またはエクセスとも、符号付き数字表現を参照と呼ばれる形式であり、実際の値にある固定値、ここでは Emax イコール127を加算したものである。このような表現にしているのは、不動小数点数同士の比較を単純にするためである。 指数部は大きな値も小さな値も表せるように、負の値にもなるが、これを単に2の歩数で表すと、全体の符号サインとは別にエクスポーネントも符号を持つことになり、単純な代償比較ができなくなってしまう。そのため、指数部はバイアスされて、常に正の値となるような形式で格納される。単精度では126プラス127に127を加えて、 1>, 1から254としている0と255は特殊な意味を持つ。口実。この表現により指数が正の数、指数が1の数、指数が負の数、0をこの順に自然に並べることができる。不動小数点数を解釈するときはバイアスを減算して実際の指数を求める。表現可能なデータは指数部の値によって区別され、 仮数部の値にも影響される。指数部も仮数部も、符号なしの日記整数であることに注意されたい。指数部は例255。最も一般的な正規化数では、エクスポーネントは、バイアスされた指数であり、フラクションは、化数の小数点以下の部分である。先ほどの ×CB と対応付けると次のようになる。正規数において C は1以上に未満のため、 常に1、xxx と表記できる。このため、フラクションには xxx の部分のみを格納し、実質1ビット、多い24ビット精度を実現している。これは、ケチ表現と呼ばれる。なお、1、emax イコール126が単精度における正規化数の最小の指数である。正規化数以外の場合、十八点六二五 重心法を IEE754 単精度で表現してみよう。この結果をまとめると以下のようになる。倍精度も各フィールドの幅が広くなっているだけで考え方は同じである。正規化数では指数は Emax イコールプラス1023でバイアスされる。したがって E はエクスポーネント1023。正規化数の指数は E プラス10231022。 エクスポーネント2046から1である。エクスポーネントイコール2047の時、無限大または、何、エクスポーネントイコール0の時、非正規化数で、E イコール1022。正規化数の時仮数部は、ケチ表現である。半精度の交換形式は次のようになる。また、4倍精度の交換形式は次のようになる。不動小数点数の比較は、 不動小数点命令を使うのが最良である。しかし、形式やエンディアンや符号が同じであれば、数値をビット列として、バイト単位に比較することも、不可能ではない。何は上。二つの性の数値 A と B について、A、B という比較を行う場合、これを符号なしの整数とみなして比較しても、同じ結果を得られる。還元すれば、何以外の二つの性の不動小数点数は、 不合な姿勢として比較できる。ただし、エンディアンが異なる場合は比較できないので、移植性が問題となるコードで、共用体を使って、これをするのは推奨できない。これは、辞書式順序の例である。重心不動小数点数に対しては、32の倍数のビット数での交換形式が定義されている。ニッチの場合と同様、符号、指数、仮数と符号化していくが、 カリスーは重心の各桁をより詰め込めるよう、BCD などではなく、デンスリーパクトデッサムル及びを採用し、ビットの扱いがニッチと比べ複雑になっている。またこの標準では、2つの符号化方式、DPD とビットのどちらを使っているかを示す方法を用意していない。世の中にはエンディアンが2種類あるが、IEE754 が交換形式のエンディアンを指定していないのと、 同じである。いずれにせよ、符号、指数、仮数によって表現すること自体に変わりはない。また、何の表現は、日知同様に正規仮数とは別扱いである。IEEE754-2008 標準では5種類の丸めアルゴリズムが定義されている。うち2種類は、最近接な値に丸める方法であり、残り3種類は、方向丸めと呼ぶ。実装には、 サポートしている基本形式を含む算術形式に対して次の演算が要求される。この標準ではトタローダーという術語を提供しており、それぞれの形式におけるあらゆる不動小数点数の全順序を定義している。通常の代償比較の演算子で代償が決まる場合はこの術語も同じ結果になる。しかし、比較演算子では 何との比較が判定できず、マイナス例とプラス例は等しいという結果になる。トタローダーはそういった場合でも、大小を判定し、複数の何や同じ数値を異なる、不合化方式で表現した重心形式間でも、大小を区別する。IEEE754-2008 では5種類の例外が定義されている。それぞれ確定的なアンダーフローを除いて対応する。 状態フラグが存在し、例外発生時には対応するフラグが設定される。それ以外の動作は定義されていないが、デフォルト、下記以外の追加の対象が推奨されている、口述。5種類の内訳は以下の通りである。これらは IEEE754-1985 と同一である。ただし、IEEE754-1985 では0。 除残例外は除残のみだったが、IEE754-2008、e、ではそれ、以外の演算でも発生する。企画では、様々な形の例外処理をオプションとして推奨している。例えば、ユーザー定義のデフォルト値を事前に代入しておく方式、トラップ方式、何らかの方式で例外を捉えて制御フローを変させる、トライ、キャッチなどの制御構造を使って、 例外を処理する方式などである。トラップや例外処理用制御構造はオプションである。標準の9章では50種類の演算、対数、べき乗、三角関数などを言語標準で定義すべきだと推奨している。これらは全てオプションであり、標準に準拠するのに必須とされているわけではない。他にも丸目モードへのアクセスと設定の手段。 ドット積などの各種ベクトル演算などが含まれている。実装にあたっては、その時点の丸めモードに従って、正しく丸めた結果を返さなければならない。不正確例外を発生する場合はその限りではないが、他の例外が発生する場合でも丸め処理は正しく、行う必要がある。この標準では、一連の演算の並びの意味論を、言語標準で提供することを推奨しており、 式の文字通りの意味の微妙さと最適化が計算結果に与える影響を指摘している。この観点は以前の IEE754-1985 では全く触れられておらず、結果としてコンパイラごとに計算結果が違ってきたり、同じコンパイラでも最適化レベルによって計算結果が異なるという状況を招いた。プログラミング言語はそれぞれの奇数について 式を計算するときの途中の最小精度をユーザーが指定できるようにすべきである。これを標準ではプリフォードウィテスと呼び、プログラムのブロックごとに設定可能にすべきだとしている。式の計算途中で一時変数に途中結果を保存するとき、オペランドの最大幅を使い、設定されていればプリフォードウィテスを使うべきである。したがって、例えば、 X87 を対象とするコンパイラは、計算途中の結果を拡張倍精度で保持する、量子低可能で出ることが望ましい。IEEE754-1985 では実装の自由度が大きかった、不合化や例外発生条件など。IEE754-2008、e、では実装の自由度を狭めているが、それでも若干の自由は残っている。特に日置形式。 再現性に関する節では、再現性のあるプログラムが書ける要言語標準に推奨しており、すなわち、その言語のどの処理系でも一つのプログラムが同じ結果となること、そのためにどうすべきかを解説している。この標準では、基本形式と外部文字列形式との間での変換機能を要求している。重心数の文字形式との変換は全形式について要求されている。 外部文字列形式に変換したものを元の内部の形式に再変換したとき、全く同じ数値にならなければならない。何のペイロードを保持するという要求はなく、外部文字列形式に変換し数値に再変換したとき、シグネリング何がクワイエット何になることはあり得る。日知形式の値を重心の外部文字列形式に変換する場合、以下の桁数にすれば、 元の値を完全に保持できる。これら以外のニッチ形式の場合、必要な桁数は次の式で計算できる。ここで P はそのニッチ形式の仮数のビット数で、例えばバイナリー32なら24ビットである。なお実装上の限界として、文字列形式の重心の桁数が上記より3桁を超えて長い、より精度が高い場合、正しい丸め結果を保証できない。 例えば、日地形式でサポートしている最大が、バイナリー32だった場合、重心数で12桁までなら、正しく、丸目が行われるが、13桁以上では、変換が正しく行われない。ただし、標準ではそれを制限として実装することは、推奨していない。重心不動小数点形式の場合、外部文字列表現では、以下の桁数を使えば、数値を保持できる。 ニッチと重心の間で正しく丸めを行いつつ変換するアルゴリズムが議論されており評価されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。